フォートナイトに捨てられた男、レジ君です。なんかさ、巷ではレジ君フォートナイトを捨てたよねみたいなこと言われてるんですけども、違うんですよね。僕がフォートナイトに捨てられたんです。見てよ、後ろずっともらってきたのにもらえなくなったんだ。ああ、俺は用済み買ってすんげえ悲しかった。大好きなゲームと共に成長していった俺たちだろ。気づいたら俺は捨てられていた。でもまた拾われたみたいです。はい、ということで、なんとエピックゲームズさんから久しぶりにね、お荷物が届きました。もう本当にね、嬉しいんですよこれ。あの一流ゲームから荷物が届くという。なんかさ、エピックさん最近すごい何百人とクビにしたじゃないですか。そのクビになった途端送られてくるようになりました。分かってるね、残ってる人たち。ということで、今回はこのエピックから送られてきたものが何なのか、みんなと一緒に開けていきたいと思います。ガンガン行きましょうよ。もうね、出し惜しみとかしないからね。はい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 、手紙がありますよ。レジ君さん、こんにちは。こんにちは。始まりから共に歩んでくださりありがとうございます。いえいえ、こちらこそです。フォートナイトの黎明期を支えていただいたことに感謝しております。いえいえ、こちらこそです。この度、あの時へ戻る機会がやってくるとなりました。決めていただくことはただ一つ、どこに降りる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがてえ、どこに降りる。まあ、なんのこっちゃですけども、まあ、フォートナイトといえばね、100人がバトルバスに乗り込んで好きな街に降りる、それがフォートナイトですよね。果たしてあなたはどこに降りるのかと。バカでかいものがありますよ。何が出てくるんだ。空、あとなんか USB。 あー、めっちゃワクワクする。ワクワクしないか。ちょっとみんなの代わりに俺が代表して開けていくな。こうやって開けていこう。みんなが主役だ。いくぞ。フォートナイト Where are we dropping、 どこに降りるですね。空の箱、いきますよ。中には何が入ってるんでしょうか。3 2 1、 イングリッシュ。びっくりした。おい、スカルトルーパーがいるって。俺の動画流れてんだが。すごくない？どうして？わらわらわら、バウンサーを使ってる。これあれですね、バットマンのシーズンのめっちゃ昔だ。わあ、すごすぎ、行きすぎるって。あははは、すごすぎるって。他にもまだまだありますよ。バカかっけーどつくタグが入ってんだけど、一生つけるわこれ。おい、バカかっこいいぞこれ。つけようぜつけようぜつけようぜ。どうですか、エミネムじゃん。ドッグタグってなんでここ2つチェーンがあるか知ってる？あの、その人が死んだ時にここをちぎって持ち帰るためです。しかも俺今日スカルトルーパーみたいな服着てんだよ。まだまだありますよ。バッチコレクションかな。アイスキングとドリフトとキューブと飛行船と、右下のは何だろう、ちっちゃくね、グライダーとかドラゴンとか飛行機とか、あと右上にピーリー。僕こういうの基本開けちゃうんですけども、これは開けられないね。ど真ん中にこれ飾ろうよ。あと最後にレコードが入ってますね。うわ、待って、これ後ろやべえわ。見てください、わかるかな。よーく目を凝らすとね、チャプター1の頃のマップが書かれてるんだよね。これ流せんのかな。聞こ、 YouTube からもらったあのあれを使う時が来た。全てはここに繋がっていたわけですね。聞いてみようぜ聞いてみようぜ、一体どんな音楽が流れてくるのでしょうか。お願いします。あれだね、昔のロビーミュージックだね。あー、終わっちゃう。最後になんか言うかもよ。Welcome to underground。 なるほどですね。これらのアイテムを全てまとめると、次のシーズンはどうやら昔に戻るみたいですね。みんな言うもんな、昔は良かった、昔は楽しかった。でも昔には戻れないんだよね。タイムマシンがあったら昔に戻りたい。叶わないからこそ願っちゃうんですよね。叶っちゃうんですよね。ということで、次のシーズン、あなたはどこにおりますか。戦場でまたお会いしましょう。業務連絡業務連絡。エピックさん、ありがとうございます。本当に引き続きお願いしますね。いや本当にお願いしますね、マジで。